皆さんこんにちは。フィリピンダボ情報チャンネルの町田です。どうもご無沙汰してます。はい、ずっとですね、いつ再開しようかと、迷っていたんですけども、もうフィリピン大統領選挙も皆さんご存知の通り終わりまして、はい、新しい体制となりますので、私のチャンネルもですね、また心機一転、頑張っていきたいなと思いまして動画を作っています。またですね、最近本当に規制が緩和されたせいかですね、ダバオに日本から戻ってこられる方が結構いらっしゃるんですね。で、その際にもうフィリピンダバオ情報チャンネル見てたよと、本当に言っていただきまして、ありがたく思います。そういった方たちからですね、またいつ再開するのかと、楽しみにしてますよという激励のお言葉をいただきまして、ずっと再開しようとは思っていたんですけれども、そういう方々から背中を押していただきまして、また始められているというのもあります。本当に応援してくださっている方々、また温かいですね、お言葉を、いただいた方々、ありがとうございます。はい、というわけで、早速ですね、本日の話題ですけども、本日は、2つテーマがあります。1つ目はですね、最近のフィリピンの新型コロナウイルスの状況ですね。そして2つ目が、大統領選挙が終わりましたけども、サラ市長が、今の現職のサラ市長が、副大統領に当選確実ということで、また、その次ダバオ市長は誰になるのかと、そういったようなお話をしていきたいと思います。それでは早速、こちらの図を見てください。はい、実はですね、以前私が毎日のように出していた、また、ずっとこのチャンネルで出していた情報は、保健省の Facebook ページからずっと出していたんですけども、ここ最近ですね、フィリピン全体の新規感染者数が減ってきたせいか、Facebook にそういった情報が上がらなくなってるんですね。なのでこちらはですね、フィリピンの保健省のホームページから引っ張ってきたものになります。はい、ご覧の通りですね、こちらの棒線グラフがありますけれども、山なりになってますよね。まあ、2020年8月16日にちょっと、波があって、21年2月14日、そして21年8月15日、そして、最新の山ですね、急増しているという山が、2022年の2月13日となっていますね。これは1週間単位のグラフとなっています。どう見るかと言いますと、青いものが検査数、個人の検査数ですね。そして赤い棒のグラフが個人の陽性、新型コロナウイルスで陽性と確認された人たちのグラフですね。1週間単位のグラフとなっているんですけども、ご覧の通り、2022年2月13日以降、急激にこう減りまして、一番最近のグラフはこうなってるんですけども、はい。2022年5月15日はですね、新型コロナウイルスの試験を受けた人たちが126,316人います。そのうち個人として陽性になっているのが1409名と、これは1日でなくてですね、5月15日時点で1週間の合計となっています。なので1日にするともっと低い数となってますね。はい。現在、日本と比べたらだいぶ低い数値で収まっているのがわかると思います。ご覧の通りですね、急激に2月13日の週をピークとして、感染者数が激減しまして、そのまま低い感染者数が3ヶ月近く続いているという状況となっています。時折ですね、Facebook とか見てますと、今日はどこどこの市で新型コロナウイルスの感染者数、新規感染者数が0人でしたっていう情報が出ているんですけども、そういったのもちらほら見かけるようになってきました。まあ5月9日が大統領選挙を含めたフィリピンの国政統一地方選挙、つまり総選挙のですね、投開票日だったため、選挙前はフィリピン全国で選挙キャンペーンが行われてまして、特にですね、大統領候補者、まあ今、大統領として当選確実となっているボンボン・マルコス氏ですね、また副大統領の当確が出ているサラ市長ですね、サラ候補の、そういったユニチームといって一緒に選挙キャンペーンを行っていたんですけれども、その人たちが選挙のキャンペーンをやります。みんな集まってくださいって集会をやったりしてたんですね。いろいろなところで。その時はもう写真でしか見たことないですけれども、本当にもうものすごく大勢の人たちがものすごく密になって、有名なアーティストのライブコンサートかというぐらいの勢いでみんなわーっとなって、実際アーティストの方たちがですね、踊ったり歌ったりもするような、ワイワイ祭りのようなですね、選挙キャンペーンがフィリピン各地で行われていました。そういうのもありまして、選挙前はですね、新型コロナウイルスの新規感染者数は低い値で収まってはいたんですけれども、
きっと選挙のせいでですね、フィリピンのことなので、国が、政府が感染者数をコントロールして低くしているんじゃないかとか、またどうせ選挙が終わったらバンと跳ね上がるんじゃないかっていう噂も本当にいろんなところから、聞きました。また選挙直前になったらですね、オクタリサーチという、いつもコロナウイルス関係の、研究のリサーチをして、そのリポートをですね、発表している機関が、研究機関があるんですけども、そちらが本当にもうすぐ大統領選挙が行われるという間近になって、選挙が、終わったらですね、新型コロナウイルスの変異株のさらに変異ウイルスも出てきているので、きっと感染者数は近い将来上がっていくだろうという予想を出しているんですね。この動画を作っている2022年5月の22日時点ではですね、まだ1週間の新規感染者数が最近の最新のデータで1400人程度だということで、一応まだ低い値で収まっています。しかしですね、オミクロン株の変異ウイルスである B2 系統、そして B4 系統の感染者が国内でも確認されているという報道も最近出ていまして、今後まだ油断できない状況が続くのではないかとも思います。で、フィリピン全国的に同じだと思うんですけれども、私が住んでいるダボー市内ですね。ダボー市内はコロナ前の状況に戻りつつ、あります。モール内は特に週末とても混雑していまして、道路の渋滞もですね、戻ってきています。マスクですね。マスクのみ室内、室外ともに必須とはなっているんですけれども、先日ダボーからマニラに出張した知人がですね、マニラでタクシー乗ったらそのタクシーの運転手さんがマスクをつけていなかったと言っていましたけれども、まあ地域とか人によって、もしかしたらフィリピン全国でですね、状況は違うのかなとも思います。またダボーでもですね、田舎の山の方とか行きますともう、コロナ最中も実はそうだったんですけども、田舎に行けば行くほどですね、もうマスクつけずに普通に暮らしているという状況もあります。ただ、ダバオ市内に関して言いますと、一応みんな公共の場ではマスクをしていますね。ですけれども、飲食する場合ではお店に入るとき、また食べ終わって出るときはマスクするんですけれども、食べてる最中はですね、一応お店の中には、コロナがひどいとき、からずっとですね、食べるとき、飲むとき以外は、店の中ではマスクしてくださいという、表示はあるんですけども、周り見てますともう、食べてるとき、店に入ってから、食べ始めたらもうずっとマスク外して、会話とかも普通にしてという、で、会計終わって帰るときにまたマスクして出るというような、人が多いですね。また野外で飲食する場合ですけれども、その時もまあその場に行くまではマスクしてちゃんとしていって、注文する前後でマスク取って、あとはもう食べ終わって会計するまではずっとマスク外しているという人が多いかなと思います。また教育関連で言いますと、学校ですけれども、オンライン教育を、私が勤めている大学もそうなんですけれども、まだ継続しているところもあれば、オンラインとですね、対面と併用してハイブリッドでやっている学校も最近は増えてきています。私の勤務先もそうですけれども、フィリピンは、そろそろ学年度末となりまして、また新学年度が始まったら、限定的に対面で行って、あとはハイブリッドでオンラインも併用していこうかと、という予定となっています。まあ他の大学とかもですね、そんな感じで、行っているようです。それ以外ではですね、フィリピンも、当然、ロシアとウクライナのですね、問題に関連する影響も出てきてまして、特にですね、ガソリン、ディーゼル価格が上昇しています。本当に私、車を運転してるんですけれども、これは本当に困ってますね。現在、ガソリン価格はもう70ペソ以上しているところがもうほとんどです。安いところでも、69とかですね、ペソ。になっています。まあ、日本円にするとガソリン価格で170円以上。ディーゼルにおいてはですね、ガソリンよりも高くなってまして、まあ、80ペソ以上出しているガソリンスタンドもあります。そうなるともう日本円で言うと196円以上となってしまいますね。本当に。それで給料は当然変わりませんから、車乗っている人たちへの打撃はものすごく大きいです。また当然その他のですね、物の物価も上がってきています。まあ、これは、ロシア、ウクライナの問題の前からですね、コロナ禍ということで物価がどんどん上がってきてまして、まあやっぱりレストランとかですね、まあマッサージとかもあんまり私行かなくなりましたけれども、値段がやっぱり上がってきています。はい。またさらにですね、これはもう、海外に住んでる日本人の方みんなそうだと思いますけども、円安ですね。円安の影響で、日本円から両替しなくてはならないという、
人たちには本当に大きな、問題となってまして、ツイッターとか見ててもですね、悲鳴の声が上がっていますね。はい。まあコロナと同様、こちらも早く落ち着いてほしいと思います。はい。続いてですけども、今後、ますますダバオに注目というお話です。6月30日に、フィリピンの副大統領にですね、就任予定のダバオ市の今現職の市長であるサラ・ドテルテ・カルピオ市長ですね、は、ダバオ市にはまだ改善の必要があると言いながらですね、次は弟に継いできますという発言をしています。まあ次の市長はですね、このサラ市長の弟さんである、セバスチャン・バステ・ドテルテさんという人がダバオ市長になるんですけれども、まあダバオ市長のサラさんとしてはですね、弟が次やることについてしっかりダバオ市長やってきますよということを確信しているという発言もしています。ちなみにサラ市長は現在43歳で、5月31日に44歳となります。そして今度ダバオ市長となるバステさんはなんと34歳で、まだ若いですね。このようにイケメンです。サラ市長は彼女の休暇中と、今年2月からの90日間の、全国キャンペーンですね。大統領、副大統領選の全国キャンペーン開始時に、市長代理を務めた弟のバステ副市長は、サラ市長と、また、サラ市長のお父さん、現職の大統領のドテルテさんですね。ドテルテさんが市長をやっていた。その過去数年間のですね、市を、家族が、お姉さんとお父さんが務めていた時に、しっかりね、それを見て勉強しているんだということをですね、フォローとしてサラ市長が弟のことを、そのように説明しています。またですね、ドテルテ大統領ですけども、大統領選挙が終わってから、次のような発言をしています。私はこれから一市民として自分の町、ダバオ市ですね、ダバオ市を見ることになるでしょうと。私はもう政府には干渉できませんが、以前選挙期間中にも言ったし、今もう一度言えます。私は人々への奉仕者であり続けますというふうに言ってるんですね。これはもう特にですね、ダバオ市民から拍手喝采で、今までお疲れ様でしたと、本当にこれからも頑張ってくださいというような声が Facebook 上でも上がっていました。まあこういったですね、これからも奉仕続けるという発言をされているので、大統領というポストからですね、降りてもまあ大統領府のまあ家族がですね、副大統領に娘がなっていますから、アドバイザー的なポジションになるんじゃないかという人もいますし、今後もですね、ドテルテさんの動きも気になりますね。そしてドテルテ大統領はですね、新しくダバオ市長になるバステさんに対してですね、長年にわたる家族への支援に対する恩返しとして、国民にお前も奉仕するんだぞというように発言したと報道されています。決して国民をないがしろにせず、私のように国民に仕えるようにと言ったそうです。今後のダバオ市もですね、フィリピンもですね、楽しみですね。サラさんの人気は日本のメディアでも取り上げられているようにものすごい高いです。ボンボン・マルコスさんが大統領に当選確実となったのも、サラさんの影響がすごい大きいんじゃないかなと、個人的にも思います。6年間は副大統領としてですね、人脈を広げて、そして実績を作り、また次の大統領選にですね、6年後、立候補するんじゃないかとも言われています。そうするとですね、本当に今後ですね、若い女性リーダーの動きにますます注目となりますね。はい。最後に、在ダバオ日本国総領事館に以前まで着任されていた宮総領事に代わって、今度石川総領事が新しく着任されました。石川総領事はですね、外務省入省後にフィリピン大学に留学されて、長年にわたってフィリピンをご担当されてきたフィリピンの専門家です。先日ですね、石川総領事とお会いする機会があったんですけども、その際にですね、石川総領事は総領事として、まず優先的にやりたいことが2つありますとおっしゃっていました。一つ目は、ミンダナオ和平。これはずっとですね、日本政府として関わってきて、個人的にも、しっかりやっていきたいということ。そして二つ目がですね、残留日系人の、問題、いわゆる日系人の、問題ですね。これについて、まだまだ、日本政府としてできることがあるはずなので、真剣に取り組んでいきたいと。この二点をですね、優先して総領事としては取り組んでいきたいということを発言されています。フィリピンの専門家としてこの二つの課題はですね、以前から取り組まれて、来られたとのことで、ダバオに来たことに運命を感じるともおっしゃっています。はい。ということでですね、ダバオ新しい日本の総領事がご着任され、またこれから新しいダバオ市長も生まれます。そしてフィリピンでは当然大統領、副大統領も新しくなって新体制となっていきます。
その模様をですね、このフィリピンダバオ情報チャンネルでもお伝えしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またいいねボタンも押していただけましたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。